バシラス属、バシラス属、属、バチルス属、バキルス、バキレルスは、フィルミクテスモンバシラスツナバシラスメバシラス化に分類される新生細菌の属である。画法を形成する。変性後期性、一部通性研究性のグラム、陽性肝菌である。カタラーゼに陽性。一部の菌種は、窒素固定脳を有する。この属には、 グラム陽性眼菌のモデル生物として重要である、枯れ草菌が含まれるほか、病原菌の炭素菌やセレウス菌、BT 剤の殺虫成分生産菌である、粗糖病菌などの種も含まれる。水中や土壌に普遍的に存在する、非常に多くの種を含む属である、高 PH や低温、高潮濃度、高圧といった、様々な極限環境にも適応している種も多い。 前述の枯れ草菌の亜種に納豆菌がある。種子の酵素、食品用、洗剤用、他多したような産業用酵素の生産に用いられると、枯れ草菌を筆頭として、極めて有用性の高い種を含む。近年ではこの大きなバシラス属の一部が、細分類され、パエニバシラス属、ゲオバシラス属、オセアノバシラス属などのいくつかの属が、 バシラス科の独立した属として提案されている。バシラス属には、現在のところ299種と7種が登録されている。この属の基準種は、バシラスサブティリス、カ枯れ草菌である。2007年現在、25のゲノムシークエンシングプロジェクトが進行中か、完了している。このプロジェクトには、以下が含まれる。 バシラス・アンサレイシス STR ・ STR エピムズアンセスターバシラス・アンサレイシス STR ・ STR エピムツ・アンセスターバシラス・アンサレイス STR ・ STR エイムズバシラス・アンサレイス STR ・イスイス STR オーストラリア94バシラス・アンサレイス STR ・ STR クネバ -9066 バシラス・アンサレイス STR ・ STR クルーガー B バシラス・アンサレイシス・ STR ・スターン。バシラス・アンサレイシス・ STR ・バラム。バシラス・アンサレイシス・ STR ・ウエスタン・ロース・アメリカ・ USA6153。バシラス・セレウス・エイティック1987。バシラス・セレウス・エイティック14579。バシラス・セレウス・ G9241。バシラス・セレウス・ NVH391 から98。 バシラスセレウス E33 リットル、バシラスクロージー k s m k 1 6バシラスヘイロデレンズ C-125、バシラスライカナフォアマスエイティック14580、バシラスプミ、LUS サフア -032、バシラス SP、NRRLB-14911、バシラスサブティリスサブスプ、サブティリス STR168、 バシラスチューリンゲンシスセロバーコンクキアン STR97 から七。カレクサ菌 B サブティリスのゲノムのシークエンシングは1997年に完了し、生きた単一の新生細菌の配列として初めて公開された。このゲノムは4.2メガ塩基体であり、タンパク質を高度する領域が4100個ある。高度するペプチドの中には、 抗神菌活性を持つものも含み、それゆえに、B サブティリスは、生物的防除に用いられている。炭素菌のゲノムは522万7293円期体であり、タンパク質を高度する領域を5508個含む。B アンサレイシスのゲノムにおいて、セレウス菌及びバチルスチューリンゲンシス、両種とも配列決定が完了している。 両ゲノムとの配列類似性が高い。B アンサレイシスが持つ、タンパク質で、B セレウスが持たない、タンパク質は141個しかない。B アンサレイシスにおける、炭素病に関連する、病原因子のほとんどすべては2つのプラスミドにコード、されており、B セレウスとのホモログである。このことから、炭素病の原因遺伝子は、B アンサレイシスに、特異的ではなく、むしろ、 B セレウスグループに共通であることが示唆される。炭素菌はまた、枯れ草菌で見られる炭水化物代謝活性を持っているようだが、きちんとキト酸の細胞外切断酵素をコードする遺伝子を持つ。この遺伝子は、昆虫病原体 B チューリンゲーシスと非常に高い相動性を持つことが確認されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。